メルヘンメドヘンは、松と博ストーリーワークス監督によるメディアミックス作品。シナリオ原案を、松、イラストを監督が担当する形で、オリジナルテレビアニメーションを含むメディアミックス企画として、2014年に始動2016年5月に、松が救世するが、松が代表を務めていた創作集団ストーリーワークスが、 末の意向を引き継ぐ形でプロジェクトを続行。2017年2月にプロジェクト第1弾として、ダッシュ X 文庫より小説が刊行。ジャンプスクエアにて2017年11月号から2018年6月号まで漫画が連載。2018年1月から3月までと2019年4月にテレビアニメが放送された。テーマは物語。 物語と関わることによって起こる様々な出来事を糧にしながら少女たちが自分だけの物語と出会い、紡ぎ、成長していく様子を描いている。物語をこよなく愛する妄想方な少女、鍵村ハズキは,は友達もおらず、新しい家族ともうまくいかずに物語の世界に逃避する日々を送っていた。そんなある日、謎の少女、土見かどを見かけたはずは、 世界中のありとあらゆる物語から生まれた魔法の本、原書に選ばれた少女イコールメドヘンたちが学ぶ、クズノハ女子魔法学園へと迷い込み、自分がメドヘンとして、シンデレラの原書に選ばれたことを知る。生徒友達になるため、本物の魔法使いになって、今までの自分から変わるため、葉月の学園生活が幕を上げる。日本にある魔法学園。所在地は、 東京都知予学で文科省から正式に認可された高等学校である。明治時代の開国に伴う学校制度導入期に魔法の技術継承もそれまでの都定制度や一思想伝から変革する必要が生じたことで設立された。校舎も明治時代のままで西洋の城のような外観をしている。在籍するメド編の数こそ中国校の方が多いものの、 付属の原書図書館に所蔵される原書の冊数はアジア一を誇る。基本的に全寮制だが例外としてあちら側の世界の住人の葉月は自宅から通学している。ヘクセンナハトにおいてたった一度だけだがここ100年間でドイツ校を唯一破って優勝した実績を持っている。今年度のヘクセンナハトの開催地7年前の魔法重襲撃事件で 日本の現象及び現象使いが多く失われたことで、今の日本には現存する現象を守るだけの戦力が不足しているという意見が13人委員会で上がっており、廃校にして日本校が所有する現象を各国間で分割以上するという提案が極秘裏になされている。そのためヘクセンな鳩で好成績を残して十分な戦力があることを示そうとしているが、 予選時点でメンバー4名中2名が怪我で脱落し、最終戦には人数不足で出場が困難となったため、魔法経験皆無で実力は未知数だが強力な、原所と契約している葉月が勧誘される。その後補欠の舞と怪我から復帰した幸が合流したことで5名のフルメンバーとなる。ヘクセンナハトの予選で日本校と対戦する。 原書図書館を持たない国々のメド編が集まってできたチーム。原書図書館のない国には、メド編たちの居場所はないに等しく、各国が原書の所有権を主張し合うせいで、あちこちの学園をトライ回しにされるような扱いを受けている。ヘクセンナ派と出場校の一つで、第2夜の日本校の対戦相手。魔法学校としては、新興勢力であり、金と国力にものを言わせて、 現象を買いあさっていると言われ、その様は、背景主義と、揶揄されている。ヘクセンナ派と出場校の一つで、第一夜の日本校の対戦相手。最年長で17歳のマリアから最年少で11歳のウピール地下までと、年齢層が広いが、チームの結束力が非常に強い。小説ではほとんど記述がなかったが、アニメでは第一夜及びそこに至るまでの詳細が描かれており、 日本港を倒すために様々な作戦を立てて実行するが、メンバー全員がお人よしのため、大半が間の抜けた作戦になっている。ヘクセンナ派と参加校の一つ。所在地はヘッセンのハーナウ。最古の魔法学園であり、魔法学園の中で最も多くの現象を有するため、シミの発生頻度は他国と比べ物にならないほど高く、メドンたちは入学直後からシミや、 魔法獣との実践に参加している。そのため桁違いの戦闘経験を持ち、ヘクセンナ派とでもここ100年間で優勝を逃したのは、日本校に敗北した一度きりと、絶対王者として君臨している。ただその方針の陰で、戦えるが呪われているような現象も優先して生徒に当てがれるという問題もある。ヘクセンナ派と参加校の一つ、大昔から徹底した秘密主義を貫く。 閉鎖的な魔法学園で他校との交流を一切もとうとしない。その目的はアーサーと共に戦う円卓の騎士を探すことで、今大会では第1夜をシードで通過し、第2夜のドイツ公戦では相手を終始圧倒的したが、目的を果たしたことで棄権している。アニメ版では全員が辞表を出したことで戦わずに危険。理由を聞きに来たアガウペに、7年前のあの悲劇。 蘇みる、あの悪夢を、私たちイギリス公は滅ぼさなければならないと告げて、会場を去る。ヘクセンナ派と参加校の一つで、第一夜で、アメリカ公と対戦する。ヘクセンナ派と参加校の一つで、第一夜で、ドイツ公と対戦する。インドは古伝を源流とする物語が多く、世界的に見ても並外れた規模の増書を誇る。魔法を使う時の精神状態を絵で表現して、形を、 明確化するために、スナマンダラという独自の訓練を行っている。ジャンプスクエアにて、2017年11月号から2018年6月号まで連載。諸国連合との予選までをコミカライズしている。コンテ構成を中村直春、漫画を山形清室が担当している。2018年1月より ATX 東京 MXBS11 にて、 放送開始。2018年3月、作画クオリティ改善のために、第9話、第10話の放送が延期され、代わりに第1話、第2話が再放送された。これにより3月中に、全12話を放送することが不可能となったため、第10話終了時点で一旦放送を終了。第11話と、第12話は、当初12月の公開予定と報道されたが、 その後再度延期され、2019年4月25日に ATX で放送された。9話の修正版の作画については、ごく一部の美術を除き全カット作り直しとなり、リテイクではなく、リメイクであるとした。3巻以降に関しては、映像本編の修正を行うため、発売予定日が変更となっている。メルヘンメドヘンクスノキと森の見習いラジオは、鍵。 村はず役のくつの木と森がパーソナリティを務めるウェブラジオ。2017年11月17日から2018年4月25日まで、おと泉、響きラジオステーションにて配信された。当初は、各週金曜に更新されていたが、2018年1月12日からは、毎週更新となった。また、2018年1月7日から4月1日まで、 A&G においても毎週日曜14時30分から15時に配信された。以下の出展は、集営者ブックナビ内のページ。書誌情報の発売日の出展としている。メルヘンメドヘンクスノキと森の見習いラジオに関するカテゴリー。ありがとうございます。